どうも、ちょっと暗いな。どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。今日ですね、黒ひげゴケがですね大量発生するっていうお話させていただいたかと思うんですけれども、前回今日ちょっとそれのメンテナンスしようかと思います。で、その前に現状どうなってるのかっていうのだけもう一度おさらいしようかと思います。まあ、こんな感じです。ここね、ここのライン結構来てますね。あとここら辺ね、もうもっさもさです。あとね、ここら辺も白いのが見えますね。対策としては、水流が当たるところに黒ひげゴケが生えやすいということで、 こういう風に水流が流れてきてたんですけれども、それをちょっと一旦水の吹き出し口をガラス面に当てるような形で水流を抑えて、強い水流が発生しないように今それで対策を打っています。で、ただそれだけじゃだと不十分なので、ここら辺のやつトリミングとあのピンセットでつまつまやっていこうかと思います。はい、とりあえずこれをブリクサをちょっと抜きます。結構根が張ってんな。こんな抜きます。ちょっとひどいものは抜いていきます。そしたらあとはクリプトコリネのここは、ハサミでカットして、カットしちゃいます。これも切ります。ピンセットでよいしょ。あとここか、もったいないけど切る。切っちゃいます。せっかくちょっと調子よくなってきたのにもったいないけど切る。この横どうすっかな。これちょっとピンセットでつまんでみます。あ、結構抜けないんだな。うわ、どうかな。まあ、さっきよりはいいか。モスたちも一緒に担ぎます。これ今日トリミングしたいな。トリミングするか。トリミングします。お、なんだ、わっ、バッサリいっちゃったな。もうちょっと残ってほしかった。剥がれちゃったな。モスを回収します。ちょっと綺麗に生えてたけどしょうがない。あ、さっきよりはいいよな。ちょっとここのラインをちょっと蒸していきます。これ手でいくか。手でいきます。あ、手いいな、結構。手でいこう。あ、綺麗になる。手だな。手だ。あ、手いいっすね。でね、この奥にもあるな。これ。あとこの上ですね。ちょっとここら辺もやってきます。まあ、さっきよりはいいよな。どうかな。さっきよりはまあいいっすね。ちょっとまだあるな。ちょっとここもあるな。ちょっとここ切ろう。
あとじゃあちょっと整えますね。だいぶ綺麗になりました。モスたちの片付けをこうやって。どうかな。まあだいぶさっきよりはいいと思いますね。まだちょっと残ってるけど、多いやつは切り取りましたね。あとやっぱこれにしようかな。これも切っちゃおうか。切っちゃいます、こいつら。抜く、うん、ちょっとすっきりしたな。ついでにここら辺のモスたちも切ります。今日が散らかるな。ここにもあるんだよな。よし。はい、では一応トリミングとあと黒ひげゴケ、あの手作業でちょっとやってみましたけど、もう一回ちょっとあの細部見ていきますね。クリプトコリネのあたりも綺麗になりました。ちょっとモス散らかってますけど後で綺麗にします。で流木の辺、その木作液とか使いたくなかった理由は、せっかくちょっとここら辺にですね青い苔が綺麗についてきたんで、ちょっとそこら辺を残したいなと思って、まあそれで手で取った感じですね。うん、この下もそうですね、ここら辺もそうですね。うん、モスもねすごい育ってきちゃって、これどうしようかって、ここら辺にめちゃくちゃチエビたちがいるんですよ、隠れてるの。だからねむやみに切るのもなと思って、うーん、まあちょっとボーボーにしときますこれまあただここのね、あの泳ぐ空間作ってあげないと、カジナルテドラたちがちょっとかわいそうなんで、それだけですね。うん、はい、では黒ひげゴケに覆われた水槽をメンテナンスしたでした。ご視聴ありがとうございました。またですね、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。やる気出ますんで本当に。はい、ではじゃあ、最後までご視聴本当にありがとうございました。動画良かった方はグッドボタン、さらにチャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ